プレゼン上手はかっこいい。船越看護塾オンザウェブ。皆さんこんにちは。船越看護塾の青柳です。今日ご紹介するのはインセンティブスパイロメトリーじゃねえや、インセンティブプレゼンテーションということで、まあついついスパイロメトリーと言ってしまいましたが、まあ、どういうことかっていうと、まあインセンティブスパイロメトリーっていうものがありますよね。これはまあ真ん中にこう玉が入っていて、で呼吸訓練するときに患者さんにこの球が上に上がるまで息吸ってください、例えば3秒くらいここの上に上がるまでやっててくださいという感じで、ピロロロと息吸ったり吐いたりしてもらいますよね。この球が上がることで患者さんはどれくらい息を吸えばいいのかってことが分かりやすい。つまりインセンティブっていうのは動機づけっていう意味なんですね。でインセンティブプレゼンテーションはどういうことかっていうと、まあ動機づけされてやる気になろうと、まあそういうような人を動かすようなプレゼンしましょうということなんですね。で、この本はですね、まあ、プレゼンの本ですので、一般的なプレゼンの話も当然入ってますし、まあ、スライドの作り方のコツなんかも入ってますので、プレゼン上手になろうということで読んで十分にためになります。もう一つ面白いのは、プレゼン思考っていう言葉を使っているんですけれども、まあ、どういうことかっていうと、まあ、僕らはですね、誰かに自分の状況を伝えるっていう、プレゼンをするという機会にですね、溢れてるんですね。いや、そんなことないよと思うかもしれませんが、まあ、日常でもですね、誰かにお願いをするときに、まあ、お願いしてもらうためには相手に動いてもらわなければいけません。まあ、そのためには動機づけが必要なんですよ。ですから、うまく伝えることができれば協力してくれる人は増えるでしょうし、うまく伝えられないと誰も協力してくれないかもしれないということで、プレゼン思考ってね、まあ、僕気づきませんでしたけれども大事だなという気がします。で、結局伝わらないのは、まあ、プレゼンが悪いんじゃないか、もしくは眠くなってしまうのはプレゼンが悪いんじゃないか、覚えてないのはプレゼンが悪いんじゃないかということになりますけれども、まあ僕はですね、普段セミナーをやってますのでプレゼンをする機会というものはあるんですが、まあやっぱりですね、慣れてはいてもですね、なかなか難しいなって思いますけれども、一般の看護師はね、いやそんなこと言われたらって、私たちそんなにプレゼンする機会ないって思うかもしれませんが、これめっちゃあるんですよ。いつかというと、まあ、ここに書いてありますが、まあ、一連の報告にまとめられるのはプレゼン力ということで、状況になんかおかしいなっていうことがあったらですね、医師へ報告をしなければいけません。医師へ報告をするときに、うまく伝わらなくて、電話がジャッとこう切られたりですね、まあ、そういう経験がまあったかもしれませんが、それ伝わってないんですよ。ですから、まあ、プレゼン思考っていうものを磨くためにも、この方は役に立ちます。最初はですね、確かにプレゼンに対してどうこうっていう、まあ、ノウハウもたくさん載ってますし、まあ、この先生の書いてるですね、ポイントもまあ、たくさん載ってるんですけれども、まあ、途中からですね、プレゼンで、まあ、仕事も人生もデザインしようっていう章があるんですが、この辺は、なるほどなと思って、こう、納得しながらね、読むところがあったので、まあ、ぜひですね、プレゼン思考っていうことをですね、まあ、興味を持ったらば、読んでいただければと思います。まあ、今回はね、星4つなんですよ。で、なぜかというと、まあ、どうしてもね、プレゼンしてる人は、まあ、この本はもうすごくおすすめなんですけれども、一般の看護師でね、あまりその実際にプレゼンする機会がないっていう方は、まあ、ちょっとまあ本の方向性が違うかもしれませんが、プレゼン思考っていう言葉で、おっと思った方はですね、まあ、ぜひご購入いただければと思いますし、まあ、看護師でもね、学会発表とかする方たくさんおられますので、まあ、そういった方はもう全然おすすめですから、まあ、ぜひ見ていただければと思います。この先生のですね、まあ、YouTube の動画もあるんですね。それを、下のところに、まあ、貼り付けておきますので、まあ、そちらもぜひ見ていただければと思います。看護師のためになるものを作ることが、結果患者さんを支えることになる、出直し看護塾オンザウェブ、チャンネル登録、よろしくお願いします。4月4日で、登録者が800人を超えました。まあ、カードを配ったというせいもあると思いますが、まあ、何よりですね、出直し看護塾オンザウェブを宣伝してくれたおかげですよね。どうもありがとうございます。これからもどんどん作っていきますので、応援よろしくお願いいたします。